岐阜和歌をお送りしています、はい、続いては視聴者さんからの生告知コーナーです。このコーナーでは番組視聴者さんからイベントやお店の情報などを紹介していただきます。今回は2組の方に告知をしていただきます。告知時間は5分間、ベルの音を使って残り時間をお伝えしていきます。1組目の方はスタジオでの出演です。それでは1組目の方行ってみよう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではカメラに向かって自己紹介をお願いします。はい、マーサン21の1階にあります時計ウォッチタウンから来ました山本と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よくマーサン行くんでお店は知ってるんですけども、改めてどんなお店なんですか？はい、当店ウォッチタウンは、マーサン21の1階にある時計専門店となっておりまして、はい、お時計の販売だけではなく、その後の修理、電池交換や、バンド交換、もちろんお客様の大切なお時計についてのお困りごとにも対応しております。これは助かりますよ。昔はそれこそさっきの話ね、商店街に時計屋さんって直してくれたの、はい、ちょっとしたことでも、はい、今減ったじゃない？あ、そうですね、あんまり見かけないですね。 それがマーサの中にね、あの街の中にある、助かります。うん、そうですね、ココロカさんのみんなの家っていう、まあ、CC のショップもあるんですけども、うんうん、そちらで CM を流させていただいてますし、ね、お隣ですね。そうなんですよ、うん、そしてもう来店も誘導していただいて、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今回は、はいはい、どんな告知でいらしたんでしょうか？はい、今回ですね、お時計2点お持ちしたんですけども、大谷翔平選手がモデルをしておりますプロスペックスとアストロンの紹介をさせていただきます。はい、もう大谷翔平って聞くだけでドキーンってなりましたけど。そうですね、まずプロスペックスってどんな時計なんですか？はい、まずプロスペックスは、ダイビングやトレッキングなどスポーツやアウトドアシーンに対応する本格機能を備えたブランドとなっております。いろんなシリーズが出ておりますが、今回お持ちしましたおすすめ商品が SBDC165、定価が165,000円となっております。超かっこいいですね。この青の文字盤もいいし、これ機械式ってことですか？そうですね、こちらは、はい、あの機械式自動巻きのお時計になっております。憧れるわこういうの。もうね、特にね、川脇さん、はい、男性は好きなんですよ、機械式。あ、そうなんですね、はい、機械式、はい、分かんないでしょ。そう、あんま分かんなくて、ゼンマイとかね、いっぱい入ってるんですよね、うん、そうなんですね。これも開けられないけどもね。そしてスポーツにも対応してるって、うん、いいですね。はい、そして隣にも時計がありますが、うん、こちらはどういった時計なんでしょうか？はい、こちらが、お持ちしましたお時計のアストロンというシリーズの時計になっております。はい、うん、こちらが1969年にセイコーが世界に先駆けて発売したクォーツウォッチ、クォーツアストロンから名を受け継いでおります。うん、ストーリー性のある洗練されたスタイリングと進化を止めない唯一無二の機能性を共存させたセイコーの先進性を象徴するブランドとなっております。うんうん、こちらもいろんなシリーズが出ておりますが、今回おすすめの商品が SBXD014、 税込みで242,000円となっております。うん、これがまためちゃめちゃかっこよくて、これガラス入ってるんですよね？はい、ガラスも入っております。どっから見ても反射しないんですけど、相当いいコーティングがされてるんですかね？そうですね、こちらのガラスの内側からコーティングがされておりまして、ほうほうほう、この光の影響を非常に受けにくいというと、どういった角度でも見やすいというところ、はい、非常にこだわったお時計になっております。ちょっと偏光グラスじゃないですけども、でいつでも文字盤が見えるようになっているおかげで、老眼入ってきたボケでもね、細かい字見えました。これ何ですか？ GPS って書いてあるんですけど、これどういうことですか？はい、こちらなんですけども、うん、あの GPS、 人工衛星から電波を受信することによって、うんうん、あの世界中どこにいてもスピーディーに受信がされる、はい、お時計になっております。なるほど、じゃあそれこそ大谷さんがあのアメリカにいたらアメリカの時間になるし、日本帰ってきたらこっちに合わすと。はい、最高ですね。すごい、もうどこでも使えますね。そうなんです、僕ね悩んでたのが、電波時計が岐阜県結構弱くて、うん、ちょうど東北と九州に、ね、はい、電波塔があるんですよね。端境でね、会いにくいんですよ。なるほど、うん、GPS ならお空ですもんね。はい、完璧ですわ。すごい、空があればどこでも使える時計なんですね。どこでも使えます。そしてその大谷翔平選手がなんかお店にいると聞いたんですけど、どういうことでしょうか？はい、今はですね、はい、マーサン21の35周年を記念しまして、大谷選手のサイン入りユニフォーム、うん、あと等身大パネルの展示を行っております。
はい、間近で見れますので、はい、あの写真もぜひ撮っていただきたいなと思っております。撮りたい、すごい、はい、大谷選手のパネルとツーショット撮れるんですね。等身大ですよ。ね、記念になります ね、 ね、うん、しかもボブルヘッドも先着10名様はいプレゼントしております、はい、11万円以上だの対象商品を買うとということですね。はい、うわー、これはいつまでですか。はい、今月の19日まで開催しております。うん、まあ、ちょっとね、あの年末にボーナス入りそうな方を中心にですね、ぜひまずマーサに来てほしいですね。はい、はい、はい、それでは最後に一言 PR お願いします。はい、今回のフェアに合わせまして商品のラインナップも拡大しております。また、期間中ですね、限定商品の入荷も予定しておりますので、この機会にぜひたくさんの方ご来店お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、山本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。良かったですね。置いて帰っちゃったらもらっとこうかな。ダメですよ、ダメですよ、もう高価なものなんで。もめっちゃかっこいいですよね。そうですね、うん、うん、いや、ぜひね、皆さんウォッチタウンさん行ってみて、うん、ぜひね、実物をご覧になってください。本当ね、クォーツって良くなってるんですね、やっぱり ね、 そうですね、機能性がね、うん、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。リフワッカお送りしています。ここで視聴者さんから投稿が届いているようなので、うん、ご紹介していただきましょうか。ハッシュタグギフワッカ、うん、お、昨日行かれたんだ。お、そうなんですね。え、いいな、いいな、写真撮ったら2メーターってこんぐらいあるでしょ、ね、そうですね、それこそね、こうやって自撮りするには大変ですよ、うん、煽っちゃうからね、はい、いいな、はい、うん、そして奥さんの時計も素早く修理していただきました。あ、そうなんですよね、あの先ほどの方も国家資格持ってらっしゃる方なんで、はい、もう安心してね、修理に来てください ね、 そ、 うですね、その後のケアもあるってすごい大事ですね、はい、本当ですよ、時計一生もんですから。うん、それでは引き続き視聴者さんからの生告知コーナー参りましょう、はい、2組目の方もスタジオでの出演です。それでは2組目の方、行ってみよう、どうぞ。よろしくお願いします。ではカメラに向かって自己紹介をお願いします。はい、岐阜柳瀬商店街にあります化粧品専門店アスカ本店スタッフのナスです。よろしくお願いします。はい、ナスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アスカさんはね、はい、お世話になってますもんね、うん、そうですね、昔ね、はい、でも改めてどんなお店なのか教えてください。はい、岐阜と愛知に10店舗を展開する地域密着型の化粧品専門店になっております。お客様一人一人に合わせてカウンセリング、肌チェック、最適な化粧品選びをさせていただいております。さらにお客様からの満足度の高いエステも提供しております。そうなんですよ、はい、僕も相談乗ってもらって、ね、あの去年の春から化粧水とオールインワンの美容液っていうのを使わせてもらってます、はい、洗顔と、あ、そうなんですね、日焼け止めと、すごい、あとミスト、ミストのエステもやってもらっちゃったわ、はい、すごいですね、結構網羅されてますね。 E から C になりましたから、 肌判定が、はい、私も肌チェックで C から B に上がったので、うん、あ、負けた、はい、勝ちました。進めましょう、はい、そんなアスカさんなんですけれども、はい、うん、今回はどんな告知でいらしたんですか。はい、アスカは今年で創業93年になるんですけど、アスカ本店は34年ぶりにリニューアルいたしまして、うん、たくさんのお客様にご来店いただきたく告知に来ました。うんうんうん、アスカの本店ってあの高島屋の向かいの、そうですね、ロケットの発射台がある、はい、ロケットが目印のところです ね、 ね、あ、どんな風に変わっていくんですか。はい、資生堂の売り場がクレドポーボーテのブランドをイメージした空間に、うん、ラグジュアリーに生まれ変わるので、お客様にじっくりゆっくりとお化粧品を体感していただけるようなお店に生まれ変わります。確かにこれ外観の写真というのはこれ中ですよね、うん、なんか本当百貨店みたいになりますね。そうですね、うん、本店さん行ったことあるんですけど、だいぶ変わりますよね、店内の雰囲気も、ね、まるっと生まれ変わると思います。なるほど、うん、そして2階にエステルームがあると伺ったんですけれども、うん、はい、そちらも変わるんですか。そうですね、2階のエステルームも全面改装させていただくので、エステのイベントなどゆったりとお客様に楽しんでいただけるように、うん、スペースになります。うん、でまた1階でも資生堂の最高級エステなどがゆったりと体感していただける個室のエステルームを、はい、今回増設させていただきました。うん、安心個室って、うん、あの最近ほら男性もね、はい、受けられる方いらっしゃるじゃないですか。正直僕最初入りにくかったんですよ、最初の 1,2 階だけ、
でもその後相談がそれぞれのブースに連れてってくれるんですごい助かってるんで、はい、エステもそんな感じでも個別で、そうですね、お客様一人一人を、はい、ありがたい。そうですね、やっぱり女性でも、うん、まあ、やられてるところって見られたくないというか、やっぱ個室だと安心できるなと思うので、だし、ね、そのスタッフの方はすごい知識が多いから、うん、僕も本当何かやってもらってる時に大体教えてもらうんですよ、うん、これどういうことですか、あれは何ですか、うん、って言うと、はいはい、ね、本当にみんなよう勉強してますよ、はい、ナースカのスタッフさんってありがとうございます、ね、え大変ですね。あ、でも楽しく勉強できているので、また誘導尋問に引っ掛かるのが大変ですところでリニューアルする日はいつなんですか。11月17日金曜日になっております。もうじきですね。あ、本当書いてあった、11月17日の金曜日の10時、はい、いよいよこういった形にアスカ本店が生まれ変わるということですね。まあまあ新製品も出てきますし、さっきちょうど僕あの雑談してたんですけど、日焼け止めが余っちゃったんですけど、はい、今どうじゃないですか日焼け止め。日焼け止めは、うん、1年中紫外線があるので、ほら、やっぱそうじゃないですか。そういうもんなんですか。はい、使っていただけるといいかなと。こういうのも全部教えてくれますか。うん、そうですね、本当に1年中使ってるの。本当に使ってます。今日も乗ってきましたよ。気をつけてくださいよ、はいはい、皆さん乗ってくださいね、はい、はい、それでは最後に一言 PR お願いします。リニューアルオープンを記念しまして、店頭でブース体験していただいた方にクレドポーボーテのスキンケアサンプルをプレゼントしております。ご来店お待ちしております。はい、那須さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リニューアル楽しみやし、あとインスタのアカウントとかでも結構動画とかね、はい、スタッフさんとかね、投稿してくれてるんで、ぜひフォローしていただいて、はい、ご覧いただきたいなと思います。はい、岐阜和歌では生告知コーナーに出演したい人、団体を募集中です。岐阜和歌のホームページからお問い合わせください。生告知コーナーは CCN の YouTube チャンネルからも見られます。そちらもぜひチェックしてください。心重なる CC